小倉北区の旦過市場には朝から店員の威勢のいい掛け声が響いています。店頭にはブリやエビ、数の子など正月用の食材が所狭しと並べられ、買い物客が熱心に品定めしていました。鮮魚店によりますと、今年のブリの価格は稚魚の不漁などの影響で例年の 1.5 倍ほどに上がっているということです。お刺身を買いに来ます。家族でゆっくり家で家飲みしたいと思います。地のものいただいてのんびり過ごしたいと思います。旦過市場は明日の大晦日まで買い物客で混み合い、年の瀬の慌ただしさに包まれます。